中国の宗教団体、キリスト教福音宣教会の創設者。氏は、韓国次第辞典に掲載されている。1999年に、元信者女性の拉致、監禁事件が起こり、邸による女性信者への性的暴行が告発された。海外にいた帝は2007年に、北京で拘束され、2009年に、女性信者への強姦及び順合姦罪で、 1> 懲役1十年の実刑判決を受けた。韓国の中世南道金山軍陳山津浦で、七人兄弟の三男として生まれる。第二次世界大戦から朝鮮戦争という動乱期に生まれ、上と貧困に苦しむ中で人生の意味と神とを模索し始める。青年期ベトナム戦争に二度派兵され、命が尊いものであることを、骨身に染みるほど悟り。 期間後無事であったことを感謝して、故郷のキリスト教会立て直し資金に、軍務で得た給金を差し出した。昼は、両親の農作業を手伝い、夜は、山や洞窟で、明け方まで聖書を読み祈るという生活を続けた。1978年6月に、ソウルで選挙を始め、1981年3月に、現在のキリスト教福音選挙会の前身である。 MS 選挙会を立ち上げる。1999年に現在のキリスト教福音選挙会を発足する。1989年7月から会員と共に自身の故郷を月明堂として開発し、岩焼き、水など自然によって作り上げた静電、自然静電を建築する。2001年6月、韓国での女性信者に対する強姦容疑などで 国際手配され、2007年5月11日に、中国で、捜査当局により、不助暴行の容疑で逮捕され、犯罪人引き渡し条約により、韓国に送還される。2008年1月11日、韓国応報院において医者料、約700万円の支払いが確定した。2009年4月23日、韓国応報院が、帝明席の上告を帰却し、 懲役10年の判決が確定。テ明キラ関は創作活動にも熱心で多くの詩と絵画などの作品を残している。詩は月刊文芸市長を通して搭載されるなどしており、2011年には韓国詩文学百年詩を網羅した韓国史大辞典に歌10編が記載されている。詩集は数冊発行されている。絵画は高層美術館に 数多く展示されている。また、テーアキラの表した絵画、運命が2011年アルゼンチンアートフェアにおいて代表作品として選考された。2013年に発刊した詩集、詩の女と詩だ語るは、競歩文庫の主部門において1位と2位になっている。また、数万に及ぶ新言を残しており、出版されているものもあるほか、詩集や陶芸品等、 ジャンルは多岐に及ぶ。99年3月の韓国テレビ局のドキュメンタリー番組の報道で、邸明アキラ席による女性信者へのわ説行為、性的暴行が一気に社会問題になり、報道直後に邸は国外逃亡。2007年に中国公安当局が、両名省安山市郊外の邸明アキラ席の隠れ家を強制捜索し、翌月邸を拘束。 2008年に中国国務院は、帝の身柄引き渡しを決定し、2月に韓国のソウルに送還されソウル工事所に収容された。2009年に帝は、女性信者に対する強姦及び順合姦罪で、懲役10年の実刑判決を受けた。韓国最高裁は、帝の上告を棄却死刑が確定した。月刊誌、民生によると、裁判中、 原告の承認の有効性に疑問がある複数の理由が挙げられている。代表的なものに以下がある。韓国高等裁判所裁判官は本件に法律を適用しないという理由の元告訴人は出廷せず、陪審団の審理もなく2008年1月、告訴人側の前後不一致の証言のみで裁判にかけていた。なお2012年整形ニュース6月号で引用した。 テ明関キラ席の談話として、真相判明は神様の裁きに委ね、ただ十字架の道を行くのみだと引用した。その特集記事の後、現在低総裁の司法事件はすべて権威なしで終了した。大韓民国のニュース専門テレビ局である YTN は2015年3月16日に過去の報道内容に関する訂正報道文を発表しており、報道内容の一部を修正している。 まず、放送は、チョンミョンソク牧師が性的問題がある、宗教指導者という印象を与えるために1995年手術、礼拝感謝する生活というチョンミョンソク牧師の説教内容の中で、命の10分の1を意味する10のうちの1つ、伝道しなさいという部分を、どういう言葉なのか聞き取れないように音声を変え、女性1人伝道しなさいと字幕を入れて放映した。次に、 摂理の行事場面において、女性たちだけが写っている画面だけを切り取り編集することで、視聴者に、まるでチョンミョンソク牧師が、女性だけを相手にしているかのような印象を与えるように放映した。3番目として、チョンミョンソク牧師を教祖として信奉しているという印象を与えるために、摂理の中で使われていた愛称である、ヤソモーニングスターというイニシャルである JMS を、 チョンミョンソク牧師のローマ字イニシャルであり、セツ理の公式名称であるかのように放映した。しかし、実際に、セツ理は JMS という名称を一度も公式的に使ったことはなかった。また、チョンミョンソク牧師が海外でもわいせつ行為を日常的にしていたという内容を放送し、台湾の検察とのインタビュー内容を捏造した。放送では、インタビュー内容を今、 具体的にお話しするのは難しいですが、一部被害者の陳述を確保した状態ですと翻訳したが、台湾検察は被害者という表現を使ったことはなかった。台湾検察は相関人物つまり関係者という表現を使用したが、放送では韓国語で被害者と翻訳することで、台湾での挨拶行為の疑惑が事実のごとく究明されたように報道した。 しかし、台湾の事件は後になって、権威なしということが明らかになり、台湾メディアに虚偽事実を撒き散らした情報提供者は新聞に謝罪書面を発表したりもした。ありがとうございます。